ッカーのファンの皆さん、すべての方にお伝えしたいと思います。昨年はありえないことがずっと続いたんですね。当たり前のことが当たり前でなくなった。だから皆さんが思ったこと、それは優しさとか感動とか感謝っていうことだと思います。ですから、オルガの皆さんが今日から1年間することは一つだけ、全力を尽くしてありえないことをありえるようにやってください。それと皆さんに感動を与えてください。1年間皆さんが元気で活躍できる姿を祈って、ここに挨拶を返させていただきます。頑張りましょう。ありがとうございました。それではここでオルカ鴨川市講演会のオルカフレンズ様より記念品を贈呈していただきます。樋口会長お願いします。久しぶりでここで皆さんとお会いできてとても嬉しいです。去年はやれなかった予定通りの試合が今年はできるということで大変感謝しています。フレンズの方から今年はこのサッカーボールをお送りすることにいたしました。これから長いシーズンが始まりますので、皆さんどうぞ力を合わせてオルカを優勝に持っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお願いします。
第1節、オルカ鴨川 SC 対日体大フィールズ横浜、両チーム選手の入場です。会社日本経営取締役副社長山本明様によるキックオフセレモニーです。長谷川様、山本様、よろしくお願いします。ありがとうございました。2021プレナスなでしこリーグ1部は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながら、サポーターをお迎えして開催します。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネル、なでしこリーグチャンネルでは、今シーズンのなでしこリーグ一部全132試合を生中継で配信いたします。千葉県南部鴨川市にあります鴨川市陸上競技場です。この時間は2021プレナスなでしこリーグ一部開幕第1節、オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜の一戦をお送りします。実況担当は滝沢雄一です。なお音楽著作権の対応として試合開始前およびハーフタイム中は音声をオフにして配信いたします。どうぞご了承ください。千葉南部南房総の天候は現在曇り、薄暗い鉛色です。昼過ぎから時々雨の予報となっています。降水確率は12時から 70%、 今雨は止んだ状態です。予想最高気温は19度、ただ風が強さを増していてそれほど暖かさは感じません。さて今年の日本女子サッカー界は変革期を迎えました。9月に初のプロリーグウィーリーグが開幕します。そのためなでしこ一部は女子アマチュアリーグの最高峰という位置づけとなりました。昨シーズンのなでしこ一部の10チーム中7チームがウィーリーグに参入するため、今シーズンのなでしこ一部は顔ぶれが大きく変わりました。この3月末から10月中旬まで全12チームによるホーム&アウェーの2回戦総当たりの成績で優勝順位を決めます。この鴨川市陸上競技場、オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜の開幕戦です。両チームのキャプテンコイントスです。今日はホームゲーム、全身青のユニフォームがオルカ鴨川 FC、
昨シーズン2部の3位でした。そして今日前進しろアウェーゲームになります日体大フィールズ横浜、昨シーズン2部で9位のチームです。まずホームのオルカ鴨川からスターティングメンバーです。ゴールキーパー背番号16赤月セシル、ディフェンスが渡辺夏樹、鶴見彩香、新井純奈、山田優衣、ミッドフィルダー深沢梨沙、キャプテン庄野かな子、斉藤俊子、浦島梨沙、フォワード南谷千秋、斉藤彩香の予想布陣です。率いますのは今シーズンから小川隆監督43歳です。一方、青の日体大フィールズ横浜です。ゴールキーパー伊能真也、ディフェンス富岡千尋、松永美奈、関口舞、毛利美優、中盤ミッドフィルダー高原天音、渡辺うらら、渡辺舞、大西若菜、そしてフォワード前線が森田美咲とキャプテンの李孫和の布陣が予想されています。率いますのは大槻重久監督40歳、こちらも新任監督です。中心上田の笛が鳴りました。帝国通りキックオフになりました。オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜、2021プレナスなでしこリーグ1部開幕の第1節です。前半左から右に攻める全身青のユニフォームがホームのオルカ鴨川 FC です。最終ラインから右へ深沢梨沙、そして前斉藤彩香ですが、ここは関口舞がキーパーの井上麻也へ、庄野かな子が後ろに戻してというところですが、ここで前を向いてシュートに行く斉藤俊子です。ファーストシュートはオルカ鴨川 FC 今シーズン副キャプテンを務めます斉藤俊子でした。鴨川市陸上競技場上空、太陽晴れ間はありません。薄暗い陽気の中でゲームは始まっています。ただ雨は試合開始前少し降っていましたけれども、もう止んでいます。風も幾分収まってきました。ただ今日はこの後雨が降る予報になっています。右サイドから日体大フィールズ横浜、オルカ鴨川 FC はやはり予想布陣、4バックという並びになっています。左のサイドバックに23番の山田優衣が入っています。センターバックが新井純奈と鶴見彩香、そして右のサイドバックが背番号2の渡辺夏樹です。ボランチ斉藤俊子、そして最前線に斉藤彩香と南山千秋。日体大フィールズ横浜、キャプテンの李孫和が待っている。後ろから逆サイドにボールが抜けていきました。ゴールキックに変わります。オルカ鴨川 FC のゴールキーパーは19歳2年目の赤月セシル、これがなでしこリーグデビュー戦となりました。その赤月のキック、前半今風は少し穏やかになっているんですが、若干右から左に攻める日体大フィールズ横浜が風上のような印象は受けます。日体大フィールズ横浜、最前線には背番号10、キャプテンの4年生李孫和です。そして日体大フィールズ横浜の方はどうやら3バックか、ないし4バックですかね、布陣が予想されます。最終ライン、5番の富岡千尋、この選手は右のサイドバックの選手、そして4番の関口舞が左利きのセンターバックです。笛が鳴りました。今日は主審上田です。副審が伊藤、沢田、第4の審判に染井が入っています。ここはもう早いリスタートできました。旗が上がります。
日体大フィールズ横浜、センターバックにこの長身177センチの関口舞、そして松永ミーナ、やはり昨シーズン同様、まず大槻監督は4バックでこの開幕戦臨んできました。日体大フィールズ横浜も、4-4-2か4-5-1、キャプテンのリー・ソンアがワントップのような形を組んでいます。登録上では7番の森田美咲が、フォワードというふうにはなっているんですけれども、最前線はリ・ソンや、ソンアと、そして少し下がった位置に森田美咲です。森田がボールを要求するが、一気に関内は前線に送ってきました。これがゴールキーパー、オルカ・カモガワ、暁まで行きます。オルカ・カモガワ FC は、昨シーズンまで中盤の足は10番の金がゆかりと2部の得点王だった中島よしなが、ウイリーグに参入しますサンフレッチェ広島レッチーナへ移籍をし退団しました。昨シーズン2部で最多の37得点を挙げた攻撃的なチームが、今シーズンは、その主力選手が抜けたということもありまして、また一つ変革期を迎えています。その中で新たに就任したのが小川隆史監督です。小川監督はアルビレックス新潟レディースのコーチなど、そして数々の J リーグチームのアカデミーなどを指導して、初めてこのオルカ鴨川のこの指揮官を務めることになっています。小川監督は開幕前、攻撃も守備もとにかく攻撃的であること、それを可能にするために個人の技術をアップさせていきたいというふうに話しています。今シーズンオルカ鴨川のスローガンはオルカアタックいただき、一部リーグでてっぺんを取りに行くという、そんな強い決意のもと今シーズンの新たな航海に出ています。大海原太平洋を目の前にしているオルカ鴨川、今日はホームのサポーターがメインスタンドにたくさん集まっています。一方アウェーチームの日体大フィールズ横浜です。右から富岡、ここでクロスが入ります。逆サイド毛利美優ですが、ヘディングで渡辺夏樹が出しました。最初のコーナーキックは日体大フィールズ横浜です。ゲームが始まって間もなく6分半です。日体大フィールズ横浜、背番号5の富岡千尋がボールに向かいました。右足のキック、ゴールに向かってくるボールになります。長身の関口舞も入っています。177センチ。さらには6番の松永ミーナ、ヘディングの強い選手も入りました。さあ最初のセットプレー、コーナーキックです。富岡のキックはニアサイド、これはそのままゴールラインを割りました。立ち上がり7分です。日体大フィールズ横浜のコーナーキックでした。日体大フィールズ横浜、こちらの方も、昨シーズンまでチームの象徴といえる背番号10バンディエラの島田千秋選手が引退、さらに他の社会人選手も退団し、今シーズンは完全に学生チームとなりました。日本体育大学の女子サッカー部のメンバーでこのなでしこリーグ一部を戦うということになりました。日体大フィールズ横浜のここで毛利美優が左サイドを突破してくる、切り返して、笛を吹きました。上田主審ファールを取りました。いい位置でのフリーキック、日体大フィールズ横浜です。毛利のいい仕掛けがありました。立ち上がり日体大フィールズ横浜、セットプレーのチャンスが続きます。ここも富岡千尋が行きます。そして日体大はどうやら選手が集まってこのサインプレーの確認でしょうか。長身の177センチ関口舞、さらには松永美奈、渡辺うららといったヘディングの強い選手がボックス内に入りました。一方のオルカはこれはゾーンディフェンスになります。富岡のキック、今度はファーサイド抜けていきます。
ゲームが始まって間もなく9分です。0対0です。日体大フィールズ横浜は昨シーズンなでしこ2部で10チーム中9位でした。2勝3分け13敗、得点がリーグ最少の7、失点がリーグ最多の46ということで、数字的には非常に厳しい昨シーズンなでしこ2部ということになりました。その上で今シーズンはチームの象徴バンディエラの島田千秋選手が退団、完全学生チームになって、新たにこれ臨んでいくという形になります。率います大槻重久監督は40歳です。母校を率いることになります。昨年まで去年までは神奈川大学の女子サッカー部の監督を務めていました。非常に女子の大学女子サッカーの指導歴が長い大槻重久監督を母校の女子サッカー部の監督として初めて迎えました。大槻監督はこの特徴を生かした躍動感のあるチャレンジングなアクションサッカーを掲げています。育成型のクラブとして個の能力、表現力、積極性を向上させていきたいと今シーズンの意気込みを語っています。右サイド、ここは旗が上がりました。積極的に裏抜けを仕掛けていきます。日体大フィールズ横浜です。右のサイドバック渡辺夏樹、斉藤彩香、深澤梨沙、中央に入っていく、もう一度深澤シュートに行こうとしましたが南山千秋から斉藤彩香には通りませんでした。このボールを追いかけていきます。オルカ鴨川、まだボールは出ません。渡辺夏樹、クロスが上げられるか、ゴールラインを割りました。オルカ鴨川、昨シーズン2部の得点王中島吉野、1人で11得点を挙げました。チームの37得点中11得点を挙げた選手が抜けました。その代わりを務めると期待されているのが背番号9、最前線のフォワード斉藤彩香です。小川監督からはストライカーの自覚と責任を持ち自分自身を打破して壁を越えろというふうに檄を飛ばされています。その斉藤がボールを追いかけていきます。最終ライン、松永、富岡です。右のサイドバックです。そして南山千秋も追いかけていきます。さあ高い位置からプレッシャーをかけていくオルカ鴨川、連動して深澤梨沙も行きます。ボールを右から左に回していく日体大フィールズ横浜、そしてキャプテンの李孫和に渡って、この選手はためを作れます。8番の渡辺舞が右に振っていく、うまく相手のプレッシャーをかわしながら日体大フィールズ横浜少しずつ敵陣に入っていきます。関口が左に振って毛利美優、いい仕掛けが前半立ち上がりがありました。毛利、この選手は利き足は右利きです。そして渡辺うらら、もう一度毛利美優というところですが、ここはゴールキックという判定になりました。日体大フィールズ横浜には渡辺生が今日2人います。背番号23番が18歳1年生の渡辺うららです。そして8番が3年生の渡辺舞です。共にボランチ中盤の位置に位置しています。スローイン、鴨川市陸上競技場、風が再び強くなってきました。
手製の選手ボードが剥がれるシーンが見受けられました。センターポールの旗は日体大フィールズ横浜からオルカ川へ右から左へ強くこの揺れているのが分かります。はっきりとこの前半日体大フィールズ横浜が風上となっています。雨はまだ降っていません。上空は曇り空です。キーパーに戻ります。伊能真也、ヘディングの競り合い、毛利、もう一度戻って渡辺真也がポーンと送ってリ・ソンアネというところですが、これはゴールキック、ご覧になります。日体大フィールズ横浜のキャプテンはリ・ソンア、背番号10、バンディエラ島田千明からこの10番を受け継ぎました。セレッソ大阪堺ガールズ出身のプレーヤーです。とにかく島田千明選手に関する前の主張に関する質問を多く受けます。それほど島田選手の存在が大きかったということを知らされます。自分は華麗なプレーよりも泥臭く戦う選手です。キャプテンとしてチームが苦しいとき迷わず一歩踏み出せる、そんなプレーをして引っ張っていきたいと話しています。そのリ・ソンアが最前線です。オルカのこの最終ライン、荒井、鶴見と駆け引きをしています。リ・ソンアがワントップのような形、そしてトップ下に森田美咲、19歳の2年生が位置しています。右のサイドの方に大西若菜、そして左にはもう、おっとこれはこぼれた、リ・ソンアチャンスだ、シュート、おっとポストに当たった、オルカは救われました。日体大フィールズいいチェイシングからチャンスを作りました。決定的なシーンが生まれです。ここでまたもう一度森田、関口、センターバックも攻撃に参加していきます。6番の松永、タッチに逃れました。オルカ鴨川、ヒヤッとするシーンがありました。前半の16分です。森田美咲、そして関口舞、渡辺、そして李孫は反転できればというところではありますが、ボールカットでちょっと前に出した格好ですが、これ相手ゴールキーパー伊能です。伊能真也、20歳の大学3年生です。浦和レッズレディースユース出身のプレーヤーが今シーズンの日体大フィールズ横浜の守護神です。一方オルカ鴨川の守護神は172センチ、暁セシル19歳です。暁からセンターバック鶴見、新井純奈、そして左のサイドバック山田優衣、ここはいい中盤での攻防、抜けて深沢へというところでありますが、毛利美優が左のサイドバックがカバーに入りました。日体大フィールズ横浜事なきを得ます。さあここからの組み立てです。関口舞、この左利きのセンターバックが、ビルドアップで大きな役割、この貢献を期待されています。右の富岡千尋、右のサイドに高原、さらには大西若菜というふうに、さあ関口がここでリ・ソンアを狙って森田へというところでありますが、カバーをしました鶴見です。すぐに暁は蹴り出します。さて鴨川市陸上競技場、メインスタンドのファン、サポーターの方がポンチョを着始めましたので、また少し雨が降ってきたのかもしれません。ただ肉眼ではまだ確認できません。今日は午後0時から6時までの降水確率、千葉県南部は 70% と、非常に高いこの雨の降水確率というふうになっています。ただゲームが始まった午後1時の時点では一旦雨は止んでいました。
強い風は前半は右から左に吹いている鴨川市陸上競技場です。斉藤敏子、斉藤彩香、オルカ鴨川 FC 小川隆監督、そして日体大フィールズ横浜大月重久監督、ともにゲームが始まってからずっとテクニカルエリアの最前線でゲームを見つめています。戦況を見ています。新しい、ともに新しい指揮官で臨む2021のなでしこリーグ一部です。浦島、南山千秋、渡辺舞が取り返します。富岡、ここで斉藤彩香前を向く、すっと入ってきました渡辺舞香、まだ後ろから来るが斉藤敏子縦につける、ワンタッチでパスをつないでいく、そしてキャプテンの庄野かな子です。庄野が左サイドでボールキープ、一度下げます。南山千秋、左で崩していくオルカ、これは相手に当たったかコーナーキックになりました。オルカ鴨川 FC 今日最初の、今日チーム最初のコーナーキックになります。セットプレーのチャンスを手にしました。オルカ鴨川 FC この場面ゴールに向かってくるボールになります。低いボールできましたが弾き返されました。蹴ったのは山田優衣でした。後ろからシュートに行く、いいブロックをしました。斉藤彩香の強烈なシュートブロックしました。ゲームが始まって21分が過ぎています。0対0、両チーム得点がありません。2021プレナスなでしこリーグ1部開幕の第1節です。鴨川市陸上競技場、オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜です。スルーパス森田から抜ければチャンスですが、体を入れる山田、突破を防ぎました。最後9番の大西若菜、ギリギリまで粘りました。日体大フィールズ横浜の9番大西若菜はこれがなでしこリーグのデビュー戦になります。浦和レッズレディースユース出身、18歳の大学1年生、なでしこ一部の舞台デビューしました。日体大フィールズ横浜は日本女子サッカー界の名門です。さてここで前半の半分、22分が過ぎましたので、ここで飲水タイムということになります。今シーズンも前後半1回ずつ飲水タイムが設けられています。なでしこリーグです。両チーム得点なく前半飲水タイムということになりました。こちらが全身青のユニフォームがオルカ鴨川 FC です。小川監督を新たに迎えまして、目標はもちろん優勝ですと、この数年越えられなかった壁を打破したいと意気込んでいます。オルカは昨シーズンが3位、そして2シーズン前は4位ということなんですけれども、本当にもう最終節まで、優勝争いをする、そんなデッドヒートでこの2部を盛り上げていました。ただしかし優勝には届いていないというそんなオルカ鴨川 FC、 今シーズン新たになったこのなでしこリーグ1部、もちろん目標はチャンピオン以外にありません。あっとこれはファールスローになりました。日体大フィールズ横浜です。一方日体大フィールズ横浜の方はこれはもうチームの普遍の目標があります。強くたくましく美しくという、これが日体大の女子サッカーの信念であります。何事にも動じず
揺るぎない信念と誇りを胸に勇ましく戦うという、そんなチームとしての絶対的なこの指針があります。南山千明、ここは遠目から狙ってきたんでありましょうか。大槻重久監督、日体大フィールズ横浜はその中でも全員攻撃全員守備のトータルフットボール、学生らしくアグレッシブにチャレンジしたいというふうに話しています。まあ、今シーズンは完全に日体大の女子サッカー部大学生のみのチームとなりました。大学のカテゴリーの域を超えて大学のカテゴリーの枠を超えて真剣勝負の高いレベルでの試合経験というのは人間形成に非常に大きな役割を果たしている。育成型クラブの宿命として卒業後さまざまな分野で活躍してもらいたい、そんな願いを込めてチームを引っ張っています。ここは抜けていけばというところでありますが、うまくブロックしました山田、さらには鶴見か、オルカ、右のサイドバック渡辺夏、そしてキャプテンの庄野佳菜子です。渡辺が前線へ、もう一度渡辺夏に戻ってくる、深沢梨沙、そして庄野佳菜子、関口から松永、右に行って富岡千尋、高原、大西が仕掛けていきますが、右のサイド、ただオルカもディフェンスしっかりとラインを上げてコントロールしています。綺麗にこの4バック最終ラインが並んでいます。今日体大フィールズ横浜8番の渡辺舞がピッチから離れています。1人少ない状況、日体大フィールズ横浜です。風は相変わらず右から左、前半は日体大フィールズ横浜の風上となっています。深澤梨沙、ショーのワンタッチでボールをつないでいく、中央を突破しようというところでありますが、ここでリ・ソンアに渡ります。ただリ・ソンアにはすぐ囲まれます。なかなかボールを前へ運ぶことができません。関口から、1人少ない日体大フィールズ横浜になります。フォワードの森田がこの位置まで下がってこのボールを回して、渡辺うららからここで右、大西若菜、富岡、大オルカボールに変わります。渡辺夏樹です。鶴見彩香、さあここでスイッチが入る、縦入りました。渡辺がそのまま庄野、ボランチの位置から相手陣内に迫っていく、そしてポーンと上げて深沢梨沙ですが、ここはオフサイド、ただ狙いがありました。小川監督が拍手をします。そして日体大フィールズ横浜8番の渡辺舞が戻りました。3年生、福井工大福井高校出身の渡辺舞です。守備力の高いゲームメーカー、攻撃参加の起点の役割も担っています。昨シーズンも、多くの試合に出ていました日体大フィールズ横浜のまさに心臓のプレーヤーの一人、渡辺舞です。さあここ森田からスルーパスできました。大西若菜の左足のシュートは力がありませんでした。暁セシルがしっかりとキャッチしています。鶴見、浦島、南山、もう一度鶴見乗って、さてここから低いグラウンダーのところはセンターバックの関口がカットしましたが、もう一度オルカ、リ・ソンは前を向いてドリブルで運んでいくが、渡辺夏樹がつく、タッチ終わりました。毛利美優がすぐスタート、8番の戻ってきた渡辺舞、リ・ソンはこれはゴールラインを割ります。0対0です。うまい仕掛け、ワンタッチでかわしました南山千明、そして斉藤彩香、右深沢、一度フリーで受けてすぐに中へ入れる、
ショーのかな子が相手に渡ろうというところをチェイスしますが、日体大フィールズ横浜渡しません。あ、ここは渡辺舞が、あ、そして大西若菜ですね、大西若菜がさばきました。そして関口舞です。2番の毛利美優、20歳の3年生です。日体大フィールズ横浜は、まあ、学生チームということもありまして、まあ、毎年このメンバーがもう変わるのは当たり前、まあ、その中でただ社会人選手、まあ、紹介しましたように島田千明選手のような、まあ、卒業生もいたので、いたというのが特徴だったんですが、まあ、今年は完全なる学生チームということで新しい船出というふうになっています。まあ、その意味で昨シーズン、一昨シーズンを経験している3年生、4年生の存在というのはとても大きなものになります。まあ、その中に若い将来性あふれるアタッカー1年生が加わっている日体大フィールズ横浜です。最終ラインは関口舞、松永美奈の4年生、左のサイドバックに毛利美優の3年生、その中で、まあ、中盤には渡辺うらら、大西若菜といった1年生が入っています。さあ、渡辺舞が右に振る、高原が仕掛けていく、クロスが上がって、これはキーパー暁、しっかりとキャッチしました。暁セシル、名前は清流と書きます。お母さんのふるさとが高知県の四万十川上流の町、清らかで心豊かに育つようにと、セシルと、清流と書いてセシルと名付けられました。なでしこリーグデビューを果たした選手がオルカ鴨川 FC にもいます。関口舞、左毛利美優、渡辺敦樹がすぐ行く。まあ、毛利がかなり左サイド積極的な仕掛けをしますので、渡辺は今日は忙しいこのマッチアップということになります。斉藤彩香、ここで前を向ければというところでありますが、まだボールをキープする斉藤、後ろ山田が左足でクロスを入れる。このボールはセカンドボール、新井純奈とリ・ソンは、新井がしっかりとリをカバー、そして鶴見です。もう一度左、山田優衣、ポーンと送ってきますが、ここはキーパーの伊能麻也へ、20歳の3年生です。昨シーズンは2部で2試合しか出場がありませんでした伊能麻也、今シーズンは日体大フィールズ横浜、新しい守護神として開幕スタメンということになっています。日体大フィールズ横浜の大槻監督はずっとテクニカルエリア立ってゲームを見ていますが、オルカ鴨川の小川監督は一度ベンチに下がっています。あっと、ここはイエローカードが出ましたね。日体大フィールズ横浜、23番の渡辺うららでしょうか、イエローカードが今日両チーム通じて初めて出されています。前半まもなく33分です。あ、失礼、オルカサイドでしょうかね、今ここは日体大のフリーキックになるので、オルカサイドにイエローカードが出されました。はっきりしましたらまたお伝えいたします。前半33分が過ぎています。鴨川市陸上競技場です。2021プレナスなでしこリーグ一部開幕の第一節です。オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜、昨シーズンなでしこリーグの2部で戦ったチーム同士、今シーズンは一部に、まあ、名目上は
一つ上がった感じにはなりますけれども開幕戦を迎えています。左から毛利美優、さあ日体大ボールを奪ってからここで9番の大西若菜が行く、左サイドに大西若菜、中でリーソンは森田、さらには高原も入っていますが毛利に戻してというところでありますが、後ろから松永、そして富岡がシュートを狙ったか、積極的に打っていきました富岡千尋、2年生です。 JFA アカデミー福島出身です。まあ、攻守ともに総合力の高いサイドバックが日体大フィールズ横浜、右のサイドバック富岡千尋です。このオルカの前線へのパスを関口舞がセンターバック早い出だしでカットするシーンが何度も見受けられます。まあ、斉藤彩香が前を向いてボールを運ぶというシーンがさほど見受けられません。まあ、そもそもシュート自体がまずほぼないと言ってもいいオルカ鴨川 FC。 まあ、日体大フィールズ横浜は相手のこのディフェンスの連携ミスをつきまして決定的なシーンが一つありましたけれども、まあ、まださほど双方ともに目立ったシュートシーンはシュートチャンスはないというゲーム展開になっています。前半も残り10分を切りました。南山、毛利、オルカも高い位置をキープしています。まあ、非常にこの最終ラインもハーフウェイライン近くまで、まあ、相手にボールを持たれたとしてもすぐにまたこう取りに行こうというこの布陣を見せていきます。日体大フィールズ横浜もですので、もう本当にまあリー・ソンアに向けてのこのロングフィードなどでこう打開をするというしかまだ手がない状況です。さあここで斉藤敏子ボランチクロスを入れるが、ここはキーパー、日体大フィールズ横浜もただディフェンス踏ん張ります。まあ、昨シーズンは2部で最多の46失点を喫してしまいました。まあ、そのあたりの立て直しということも今シーズン求められている日体大フィールズ横浜です。鴨川市陸上競技場、まあ、風がバックスタンドからメインスタンド方向、少し風向きが変わってまいりましたか。右から左というよりは画面の奥から手前というような風向きに少しずつ変わっています。森田、中盤前を向く、右高原、いい形を当たってワンタッチでクロスを入れる、逆サイド、ここはボールがこぼれていきます。まあ、サイドアタック、まあ、かなり深い位置まで切り込んでいく、攻め上がっていく日体大フィールズ横浜であります。まあ、非常にこの毛利、まあ、左サイドバック日体大フィールズ活発な動きを見せています。そして森田美咲が、まあ、登録上はフォワードで今日はプレーをするんですけれども、もう中盤でゲームメイクといった感じになります。23番の渡辺うらら、日体大ボールということになります。渡辺舞、そして関口舞、まくしくも同じ真実の真に衣と書いて舞と言います。渡辺舞と関口舞です。14番の高原へというところ、まあ、両ワイドも使いながら大きな展開を見せていく日体大フィールズ横浜であります。大槻重久監督はさほど何かこうジェスチャーを見せるというシーンはありません。ただずっとテクニカルエリアで、まあ、腕を組みながらこの前半は
試合を見ています。前半ももう39分になろうかというところであります。さて関口がここでポーンと送ってきますが、まあ、リーソンは168センチあるフォワード、最前線、まあ、当然高さの優位性もあります。オルカの新井が164、鶴見が162ですから、まあ、高さという面でも日体大フィールズ横浜のキャプテンリーソンは優位性があります。まあ、それめがけて関口前のロングフィードが立ち上がりから目立つというような場面があります。風がまた強くなってきました。画面上では右から左、日体大からオルカへビュービューと吹きつける風という風になりました。かなりセンターポールの旗がくっきりとこの揺れている、動いているのが分かります。斉藤彩香、南山千秋が追いかけていく。伊能が蹴り出す。このボール渡辺、おっと相手ボールに変わりました。毛利美優、まあ、この左サイドバックの選手がもう時折左ウイングのようなそんな動きを見せて高い位置で攻撃を組み立てていきます。9番の大西若菜、カット。日体大フィールズ横浜、まあ、オルカのこの出だしを潰しながら早めのこのカウンターを仕掛けていきます。一方のオルカ、あとここ少し中途半端な格好になりました。まあ、ただ前半は完全にこれも風下になりました。今はオルカは圧倒的な風下です。風上の日体大フィールズ横浜、まあ、ですので高くボールを蹴り上げると、まあ、この風のこの風上風下がはっきりとこの差が出るというようなそんな前半戦になっています。関口、最終ライン松永、ここにチェイスに行く翔の浦島、右から高原。さてこのボールが浦島、まあ、この選手がチームのチャンスメイクには欠かせないオルカ鴨川のプレーヤーでもあります。まだ今日はオルカ鴨川 FC 左サイドハーフの浦島梨沙が目立つというシーンがありません。右に振って渡辺夏樹、鶴見がポーンと縦に送って、ここワンタッチ、ショーに渡ってスルーパスになって斉藤彩香、ボックス内に入ってクロスが送る、チャンスだぞ。あっとここは浦島当てただけ、まあ、富岡、日体大フィールズ横浜もよく体をつけていました。富岡、高原でしょうかね、高原ですね、高原天音です。2年生がよく浦島の動きを封じていました。まあ、そうでなければフリーでシュートシーンという場面ではありました。ただオルカ鴨川としてはいい攻撃の形を作れました。前半終了間際、43分過ぎています。まあ、あまりこの暁が蹴ったボールも伸びません。前を向いた、今度はキャプテンの翔野かな、そして斉藤彩香、ドリブル、ボックスに入って左足のシュート、おっとサイド、いやー大きな拍手入ったかと思われるような、そんな歓声がメインスタンド上がりました。オルカ鴨川のサポーターです。大きな期待をさせる斉藤彩香の左足のシュートでした。
前半の終了間際、立て続けにオルカ鴨川チャンスシーンを作っています。フォワードの斉藤彩香、今シーズンとにかく得点を期待されているプレイヤーが前線見事な仕掛けを見せてくれました。前半44分が過ぎています。前半はもうほとんど時間がなくなりました。0対0、両チームまだゴールは生まれていません。前半のアディショナル追加タイムは1分という表示がなされました。1分目安です。前半のアディショナルタイムは1分です。斉藤敏子が前線へフィードする。ここは関口の高い壁、ただこの切り返し、李尊は大西、渡辺うららから右、富岡千尋、日体大フィールズ横浜ボールです。もう前半はほとんど時間がありません。今長い笛が鳴りました。2021プレナスなでしこリーグ一部開幕第1節、オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜、鴨川市陸上競技場からお送りしています。前半が終わりました。0対0、両チーム結局ゴールは生まれずハーフタイムに入っていきます。なおハーフタイムなんですけれども、音楽著作権の対応としてハーフタイム中も音声をオフにして配信いたします。どうぞご了承ください。それでは後半開始までしばらくお待ちください。ご来場いただく皆様が、
YouTube なでしこリーグチャンネルでお送りしています。2021プレナスなでしこリーグ一部開幕節の第一節、鴨川市陸上競技場オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜戦です。前半0対0で終え、これから後半戦に入っていきます。鴨川市陸上競技場、今日は風の強い一日です。前半右から左画面上、前半はオルカ鴨川 FC が風下でしたが、後半はオルカが風上ということになります。こちら全身青のユニフォーム、ホームのオルカ鴨川 FC です。ハーフタイム中に小川監督からはコメントとして、背後のケアをすること、切り替えを早くすることというふうにこのロッカールームで話がありました。前後半オルカ鴨川選手交代ありません。そして日体大フィールズ横浜の方も選手交代はありません。日体大フィールズ横浜の大槻監督は、もう一度集中力を高めて全員でアグレッシブにボールを奪いに行く準備をしたい、攻撃は精度を上げること、空いているスペースを狙うことを意識したいですというふうに話しています。日体大フィールズ横浜も選手交代なしで後半戦、エンドが変わってスタートです。全身白のユニフォーム、後半左から右に攻めるのがアウェーの日体大フィールズ横浜です。そして右から左に攻める青のユニフォームがオルカブルー、オルカ鴨川 FC です。今日はホームでの開幕戦ということになりました。前半は風下ということもありまして、若干キックフィードの面で苦しんだ場面もありましたけれども、後半は現時点ではいわゆる今度は逆になる風上になるというオルカ鴨川 FC でもあります。鴨川市陸上競技場、さあ今のキックも日体大フィールズ横浜としては今度は戻される格好にはなります。鴨川市陸上競技場、今日は曇り、昼過ぎから時々雨の予報ではあるんですけども、今はっきりとした雨粒は確認できません。降水確率は 70% と高かったんですけれども、この鴨川市陸上競技場では今雨は降っていません。前半0対0で後半戦スタート。リーソンはキャプテンです。そして右大西、若菜、高原、天音、さらには渡辺うらら取り返しました。ここで8番の渡辺舞、左に振る毛利美優が上がってくる。この選手が今日は左からいろいろ仕掛けてきますが、リーソンはここは合わせてヘディングでしたが力がありません。リーソンは背番号10を受け継いだプレイヤーになります。大槻重久監督も、リーは魂のストライカーである、攻守に献身的だ、誰よりも熱く純粋な気持ちで信頼でき、チームを引っ張る力があるということで、この完全学生チームとなった日体大フィールズ横浜の2021シーズン、背番号10、4年生のリがキャプテンを務めるということになりました。昨シーズンまでは卒業生社会人の島田千秋選手、大きな存在がいましたけれども、今シーズンからは学生のみでの戦い、その中で女子アマチュアリーグの最高峰なでしこ一部を進んでいきます。アウェーでのこの開幕戦、オルカブルーに囲まれながら日体大フィールズ横浜、前半チャンスも作りつつ0対0。富岡千尋最終ラインです。そして松永、斉藤彩香が行く、浦島も行く、グッとオルカもプレッシャーを高めていきます。さあここでの切り替え、深沢、南山、ボールを
取り返して今度は日体大フィールズ横浜です。運んでいくリ・ソンワですが足が絡んだ斉藤敏子。ああ、渡辺舞取り返す。玉木は負けていません。日体大フィールズ横浜です。日体大フィールズ横浜が学生チームということでありましてスタメン平均が 19.6 歳、一方のオルカ鴨川が 26.3 歳ということになります。オルカ鴨川の方はなでしこリーグで実績のあるプレイヤーもいます。背番号6の南山千明などは11年前はなでしこジャパン日本代表にも選ばれたことのあるプレイヤーです。リーソンは深澤梨沙がいいチェイスをしました。前半の先ほど33分にイエローカードが出されたのは深澤梨沙でした。オルカ鴨川の深澤梨沙にイエローカードが1枚出されています。関口、オルカは後半は風上になります。一方の日体大フィールズ横浜は完全なる風下です。センターポールの旗右から左に大きく揺れています。フィードを松永が狙おうとしましたが10番高原天音、左から浦島、南山ワンタッチでうまくかわして南山千秋、この選手が元なでしこジャパン、そして浦島。さあ浦島が今日チャンスメイクというか19番の正野へここはスルーパスということになりましたが流れていきます。後半が始まっています。両軍の指揮官オルカの小川監督、日体大フィールズ横浜の大月監督、テクニカルエリア最前線です。たまに身振り手振り声も出しながら指示をしていきます。前後半での選手交代はありません。両チームであります。リーソンは正野、中盤での玉際です。笛が鳴って日体大ボールで早いリスタート。裏を狙ってリ・ソンは鶴見がつく。さあリ・大西が来るが、ああここでリ・ソンはカラーエリアで下げる格好。富岡千尋のクロス、このボールは逆サイドまで流れていきますか。渡辺夏樹、毛利美優、渡辺が一旦逆サイドのタッチラインに逃れます。14番の高原が持ち運んでいく。9番のなでしこリーグデビューになった大西若菜、オルカボールに変わりました。浦島、そして斉藤敏子。あでもここの中盤のつなぎのところを日体大フィールズ潰していきます。渡辺舞、オルカもなかなかボール運べません。縦パス1本狙おうとしましたがここはリ・ソンワにありません。日体大フィールズ横浜はやはりリ・ソンワのワントップというような形になっています。 4-2-3-1 といったフォーメーション見受けられます。日体大フィールズ横浜です。右のサイドバック富岡千尋、センターバックが松永と関口、左サイドバックは毛利美優。ボランチ渡辺舞、渡辺うらら、さらに2列目に高原、大西若菜、森田美咲、
最前線にリ・ソンアというような日体大フィールズ横浜です。一方のオルカ鴨川はゴールキーパー暁、そして右のサイドバック今ボール持って渡辺夏樹、センターバックが鶴見、新井純奈、左サイドバック山田結衣、ボランチが斉藤敏子とキャプテンの庄野加奈子、右のサイドが深澤梨沙、左に浦島梨沙、まともに梨沙という名前です。そして前線に6番の南谷町明と9番の斉藤彩香です。両軍前後半変わらずこの後半戦54分が過ぎています。まあ、決定的なシーンということで言いますと、日体大フィールズ横浜が前半立ち上がりに相手の連携ミスをつきまして一つシュートポストに当てたシーンがありました。一方のオルカ鴨川の方もうまいつなぎからゴール前浦島がシュートシーンチャンスがありましたけれども、ディフェンスに阻まれています。まあ、非常にこの開幕戦、まあ、互いにこの今シーズンのスタートいいスタートを切りたいという思いが強いのか、球際の攻防も激しくチャンスシーンをうまく作らせません。ここは南谷迷いというところでありますが、伊能が出てきました。背番号1、今シーズンの日体大フィールズ横浜、新たなこのゴールマウスを守る番人伊能麻也です。浦和レッズレディースユース出身の3年生20歳のプレーヤーです。日体大フィールズ横浜はもうまさに日本女子サッカー界の名門です。 OB にはなでしこジャパンワールドカップ優勝メンバーの丸山カリナ、川澄直美選手もちろんのこと、まあ、新しく今年の9月から始まりますウィーリーグにも、まあ、ウィーリーガーとして数多くの選手が、まあ、日体大フィールズ横浜、まあ、日体大出身とプレイヤーということになります。一方の全身青のユニフォームオルカ鴨川 FC、 このチームは将来のウィーリーグ参入を目標としています。ここは笛が鳴りました。ファールです。オルカのフリーキックということになります。倒されたのは背番号19キャプテンの庄野加奈子でした。23番の山田結衣がボールをセットします。まあ、これは距離があります。山田のキックふわっと浮かせてくる。オルカ鴨川 FC、まあ、キャプテンの、まあ、ショーのにしてみれば、まあ、今シーズン一部で優勝するというのはもちろんなんですけれども、その中でオルカのサッカーの質、まあ、攻撃的サッカーというのの質を高めること、一部の優勝というのは将来ウィーリーグで戦えるチームを作る第一歩だと思うと、オルカのサッカーを磨き上げ勝つことが今シーズンのチームの大きな目標と話しています。渡辺愛が右に振る。9番大西若菜、ここは強引に行ったがこれはさすがにファールになります。積極果敢な姿勢を見せます。なでしこリーグデビュー大西若菜、まあ、伊能ゴールキーパーと同様浦和レッズレディースユース出身です。まあ、クラブチームこの、まあ、レディースチームのユースから、まあ、大学でこの日体大を選び、そして再びこの育ててくれたクラブないしに新たなこのチームに飛躍していく日本体育大学女子サッカー部のメンバーであります。育成型のクラブとして個の能力、表現力、積極性を向上させたい、今シーズンの指揮官大槻重久監督もそのこの日体大フィールズ横浜の存在意義、なすべきことをそんな風に話しています。
ここはうまく取り返しました。大西若菜仕掛けていく、ボックスに入ったぞ、クロスが上がってシュートを打てるか、足を出しましたオルカ、難を逃れました。ただ日体大この若き1年生18歳のプレイヤーが躍動します。右のサイド、おっとここ左のサイド、毛利美優はちょっと足を滑らせました。今日は日体大は両サイドが非常にこの果敢な攻撃参加を見せてきます。オルカ陣内を切り裂いていきます。まあですので、まあ、オルカとしては渡辺夏樹、山田優衣、まあ、特に渡辺は、まあ、攻撃参加というよりも非常に期待されているプレイヤーなんですが、なかなか前に出ることができません。ここはフリーキック、キャプテンの庄野が蹴ります。庄野のキック少し伸びていく、セカンドボールは関口の足、もう一度庄野、体を入れて、あっとこれは足が上がった、庄野イエローカードは出るか、出ませんね。取られたのですぐ奪い返しに行きましたが足がかかっていました。完全学生チーム日体大フィールズ横浜、まあ、オルカ相手に一歩も引きません。堂々たる戦いぶりを見せています。昨シーズンは、まあ、もちろん監督も両チームとも違うんですけれども2戦2勝、まあ、非常にオルカが優位にこの日体大フィールズ試合を進めていたんですけれども、この2021シーズン開幕戦でぶつかる両チームがっぷり四つでこの後半ゲームトータル60分過ぎています。後半15分が過ぎました。0対0両チーム得点がありません。そしてシュートシーンも非常に限られている、そんな試合展開になってきました。まだ両軍の指揮官は動きません。今シーズンもなでしこリーグ一部は選手交代5人まで認められます。5人まで認められるなでしこ一部ではあるんですけれども、まだ動かない、そんな緊迫した展開になってきています。さあここも右から、あと高原いい出だしだ、山田優衣、浦島、山田、まあ、山田は両足でキックが蹴れますので高い位置を取れれば非常に面白い攻撃のこのパーソンにはなるんですけれども、攻撃さんから、おっとここは深沢ワンタッチでうまく浦島ですが、おっ日体大取り返します。そして縦を送ってリ・ソンは、笛が鳴って日体大フィールズ横浜ボールになります。まだ上空の風は右から左、日体大フィールズ横浜は風下になります。後半です。キッカーは5番の富岡千尋、長身センターバックの関口舞も入っています。オルカはゾーンディフェンス、さあ富岡はニアサイドヘディングすらして決まった、日体大フィールズ横浜先制。決めたのはキャプテンです。リソンはフリーキックのチャンスを生かしました。日体大フィールズ横浜、チームの新たな10番リソンは開幕戦キャプテンの責任を果たす、期待に応える先制ゴール。フリーキック、富岡のいいボールからヘディングシュートで決めました。ただいまの得点は
日体大フィールズ横浜、10番李宗和選手です。手元の時計で後半18分です。ショーノがクロス、ここ山田、ゲームを動かしたのは日体大フィールズ横浜。縦パス、新井純奈、ショーノ、先手を取られたホームのオルカ鴨川 FC です。均衡した試合はセットプレーでゴールが生まれました。後半18分、フリーキック、富岡のボール、合わせたのはキャプテンの李宗和、ヘディングでキーパーの上を越えていきました。1対0です。鶴見、斉藤俊子、深沢、前を向く、すぐにカットしたオルカ、そして新井純奈、再び低いボール、浦島、中盤李宗和に渡る、前を向く李宗和、ここは上がりを待つような格好になります。左から追い越して森田、キーパーです。66分過ぎました。後半の18分、手元の時計、日体大フィールズ横浜、李宗和、フリーキックからのヘディングシュート、ゴールが決まって、アウェーの日体大フィールズ横浜が先制点を挙げています。ボランチの斉藤俊子から前へというボールを渡辺がカットして、そのまま運んでいこうとしましたが、いや、球際で日体大フィールズ横浜は負けません。まあ、中盤での攻防でなかなかオルカがボールを前に運ぶことができません。まあ、後半、まあ、やはりフォワードの斉藤彩香にいい形でボールが渡ることはありません。まあ、前半の終了間際、決定機、チャンスシーンも作りましたが、オルカ鴨川、後半また何か一つ日体大フィールズ横浜がギアを入れ直して、まあ、そのままフリーキックから先制点も奪うということになりました。オルカ鴨川 FC の小川監督は一度ベンチに下がりました。まだ両軍とも選手交代の気配はありません。オルカ、まあ、後半は風上にもなっているんですけれども、1点ビハインドの展開になりました。伊能のキックは戻ってきます。
高い位置でオルカ鴨川、右サイド深沢スローイン、渡辺夏樹も入ってくる。さあ渡辺ボックスに体を入れられました。毛利美優、毛利がうまく体を入れました。ゴールキックに変わります。さてここで後半も半分が過ぎましたので、後半の飲水タイムということになります。後半の18分、日体大フィールズ横浜、アウェーの日体大フィールズ横浜がキャプテンの李宗和のヘディングシュートで1点を先制しています。鴨川市陸上競技場、2021プレナスなでしこリーグ一部開幕の第一節です。オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜の一戦、 YouTube なでしこリーグチャンネルで生中継で配信をしています。飲水タイムを終えて残り20分の攻防に入っていきます。このタイミングでの選手交代もありません。小川監督、大槻監督ともに一旦ベンチです。1対0、日体大フィールズ横浜リードで残り20分の攻防に入っていきます。上空の風、緩やかに右から左です。雨は降っていません。高い降水確率 この千葉県南部なんですけれども、この鴨川市陸上競技場は今日は試合開始前に少し雨が降っていた程度です。左サイドセンターバックに戻して関口、松永、今度は右を揺さぶっていくが、オルカもうまくスライドをしながら、さてここで翔野香菜子が取り返した。ただ前に運ばせません。9番の大西若菜です。なでしこリーグデビューで堂々たるプレーを見せています。1点を追いかけるオルカ鴨川 FC です。とにかく小川監督は今シーズン前を向く前を目指すということを掲げています。攻撃も守備もとにかく攻撃的であること、シーズンを通して攻撃的に走り続けるということを掲げています。山田のキック伸びていきますが、ここは一旦出して、さて相手陣内深いところでのスローインです。浦島翔野ですが、これは一度も出されました。さて最終ラインから2番の渡辺夏樹、さてポーンと送ってくるが、このボールセカンドボール中盤、ここは日体大の白いユニフォームのが多い。ただショート前を向いて、うっと一度塞がれますが、スライディングで積極果敢、
いいアタックをしました。取り返しました。渡辺、まあ、このフィードといいますが前線でためを作れればまた一つオルカにとってもチャンスシーンは増えるんでありますが、タッチを割ってオルカボールです。圧力を強めていきますオルカ鴨川 FC。 まず1点を取らなくてはなりません。浦島、前半は鳴りを潜める格好になりました。あと斉藤敏子が振ろうとしますが、プレッシャーをかけてくる日体大フィールズ横浜。日体大も早い潰しを見せてきます。まあ、中盤が選手たちが出所を塞いでいきます。深澤梨沙、そして渡辺夏樹へ、右のサイドバック上がってきました。南山千明、もう一度深澤梨沙、崩していくオルカ。ただ渡辺うららが蹴り出します。このボールはタッチを割りました。さて先に動くのはやはりビハインドのオルカ鴨川ということになります。オルカ鴨川の方が小川監督動きますね。21番の古館地と準備を進めています。そして風がまたビュービューと吹きつけてきます。鴨川市陸上競技場、右から左、オルカサイドから日体大サイドへ。あっとリーソンはこれは前を向いたらチャンスになるぞ。ボックス内に来て浮かせるがキーパーこらえました。暁、そして最後くっついていきました。リーソンは、まあ、このまま前で引き離してフリーでシュートということになれば追加点は間違いない、そんな場面でありましたがオルカ踏ん張りました。75分が過ぎています。残り15分、日体大ここボールとてリーソンは浮かせて前線のパスですが、ここはキーパー暁です。渡辺夏樹、斉藤敏子、正野、スルーパス、あっと斉藤彩香に渡った。斉藤に久々にボールが渡ったが、斉藤一度戻す格好。渡辺夏樹もかなり高い位置を取ります。そして正野、斉藤敏子はカバーをして再び組み立てる。このボールは最終ラインにというところ。ただ日体大フィールズ横浜もここからつなぎという場面にはいけません。オルカボールのスローイン、蹴り出す格好になります。オルカとしてはもう選手交代、あ、2人行きますね。オルカ鴨川、21番の古館地と、さらには25番の山田亜美も入ります。浦島を変えますね。浦島と斉藤敏子を変えます。7番浦島梨沙選手に代わりまして25番山田亜美選手が入りました。15番斉藤敏子選手に代わりまして21番古館千人選手が入りました。攻撃的なカードを投入していきます。小川監督、さてここで南山ワンタッチで通ってボックス内チャンスになるぞ。シュートに行く勝負、キーパー伊野、小川監督も悔しがります。決定的なシーンでした。オルカ鴨川選手交代のすぐ選手の交代を知らせいたします。7番森田美咲選手に代わりまして20番谷口彩香選手が入りました。日体大も選手入れ替えます。さあコーナーキック、オルカのチャンスです。山田のキックは、あともう一度このボール、山田と競争になる。
いやー、果敢に大西若菜が行きました。そしてスローインから深澤梨沙、再びコーナーキックを取ります。オルカ鴨川です。古舘千人、そして山田亜美と攻撃的なカードを投入しました小川監督、決定的なシーンも作っています。まずは1点同点ゴールです。オルカ鴨川、ホームのサポーターのオルカブルーの声援に囲まれながらコーナーキック、今度はファーサイド、キーパー伊能がしっかりとキャッチしました。まあオルカの方は風上ですから、もうゴールにどんどんボールが向かってくることになるんですけれども、日体大学横浜の伊能麻也、守護神しっかりとキャッチしています。まもなく80分、残り10分の攻防に入っていきます。古舘千人、代わって入ったプレーヤー、そして山田亜美、オルカ鴨川は背番号25、山田亜美、 FC 十文字ベントスから新加入のプレーヤーです。まあ、非常に前線プレッシャーをかけられる選手が入ってきました。山田亜美はもちろん前線です。そして、まあ、古舘千人が斉藤敏子の代わりに入っています。横浜選手の交代をお知らせいたします。9番大西若菜選手に代わりまして13番丸山千里選手が入りました。日体大フィールズ横浜、なでしこリーグデビューの大西若菜、本日のご来場者数は375人です。ご来場誠にありがとうございました。ピッチを去りまして丸山千里が入ります。ディフェンス登録の4年生の丸山千里が入りました。日体大フィールズ横浜です。まあ、フォワード、まあ、2列目の大西若菜に代わって13番の丸山千里が入りました。李尊は丸山千里は、まあ、やはり普段ディフェンダーですから、まあ、最終ラインに組みするということになるんでしょうか。今ここはフリーキックで関口がセンターバック上がっていましたが、今蹴り出したのが代わって入った丸山千里です。やはり丸山が最終ラインに入りましたね。やはり、まあ、センターバックのプレイヤーですから、大槻監督は2列目の選手に代わって最終ラインのセンターバックの丸山千里をこの交代カードとして送りました。まあ、関口、松永、丸山千里、まあ、一見するともう3バックのような形になります。まあ、そして両ウイングに5番の富岡千尋、左のウイングバックに毛利美優というような、まあ、3-6-1とでも言うんでしょうか。そのようにちょっと布陣を変えてきましたか。まあ、もしくは富岡千尋が右のサイドバックで、まあ、4バックで毛利美優を左のサイドハーフに上げたのかもしれません。1点リードの日体大フィールズ横浜であります。一方オルカ鴨川はまず1点です。時間はもう10分切っています。山田亜美、この攻撃的なカードはもちろん、おっとこれは抜けていく、おっとヒヤッとするシーンになりましたが、伊能がいい反応をしました。23番山田舞、山田優衣、そして代わっていた古舘千人です。古舘がスルーパスを狙うというところでありますが、古舘も新加入のプレーヤーです。まあ、昨シーズンは同じ千葉県のジェフユナイテッド市原千葉レディースにいました。
常盤木学園、AC 長野パルセイド、ジェフユナイテッド、市原千葉レディースと、まあ、名門、実績がある古舘千人が今シーズンからオルカ鴨川 FC に加入しています。まあ、その古舘が、まあ、中盤で、まあ、配球、まあ、チャンスシーンを作らなくてはいけないということになりました。前への圧力を高めていかなくてはいけません。オルカ鴨川 FC 1点ビハインドです。ホームでのこの開幕戦、2021シーズン、まあ、ここ数シーズン最後まで優勝争いをして、まあ、優勝にあと一歩手が届かなかったそのオルカ鴨川、この数年越えられなかった壁を打破するという大きな1年を迎えているこの開幕戦なんですが、現在0対1のビハインド。日体大フィールズ横浜のセットプレー一発決められています。左に19番の翔のキャプテン、ボクサーになって仕掛けていく富岡の足になってコーナーキックになりました。これが3本目、山田優衣が急いでいきます。さて翔の、まあ、さらにはセンターバック新井も入ります。鶴見も入りました。ヘディングの強いプレーヤー入ります。山田のキックはふわっといいボールが入ってくる。セカンドボール、もう一度オルカ渡辺夏樹入れてきて、これはオフサイドはない。ヘディング、最後4番の鶴見でしたが、ここはキーパー伊能でした。85分が過ぎました。残り5分です。2021プレナスなでしこリーグ開幕の第1節、オルカ鴨川対日体大フィールズ横浜、鴨川市陸上競技場、アウェーの日体大フィールズ横浜がキャプテンのリ・ソンアのセットプレー、フリーキックからのヘディングシュートで1点を先制、リードして残り5分を切っています。鴨川市陸上競技場、今風は穏やか、何か一瞬止んでいるかのような風の動きはありません。ゲームはまた動くんでありましょうか。動かさなくてはいけないのはホームのオルカ鴨川 FC です。今日はホームメインスタンドに新型コロナウイルス感染拡大防止対策を取りながら多くのサポーターが足を運んでくれています。オルカブルーに染めてくれています。新たな2021シーズン、この開幕戦期待に応えるためにもまずは1点取らなくてはいけません。ホームのオルカ鴨川 FC。 一方日体大フィールズ横浜は、まあ、センターバックの選手を1人交代カードを投入して守りも意識しつつということになっています。クロスが入る、まあ、前線にはパワーあふれる山田亜美もいます。オルカ鴨川、山田、斉藤彩香、南山千明、攻撃のタクトは揃っています。配球するのは翔の、深沢、古舘、渡辺夏樹、山田優衣といったサイドプレーヤーも前半よりも攻撃の回数が増えています。87分が過ぎています。ここでカットしたのは日体大フィールズ横浜、そしてスペースへリ・ソンアを走らせていく。リ・ソンアはボールをキープしてそのままシュートに行く。誰よりも泥臭く戦う、チームが苦しい時にこそ走る、一歩前に踏み出す、そんなキャプテン像を描いていますリ・ソンア。それにふさわしい今日のプレー、そして値千金の先制弾。日体大フィールズ横浜は昨シーズンなでしこ2部で9位、2勝しか、18試合中2勝しかできませんでした。得点はわずか7、失点が最多の46、まあ、苦しい苦い昨シーズンを過ごしました。迎えた今シーズン、
チームの大きな柱である島田千秋選手が抜け、新しい大槻監督を迎え、完全学生チームとして臨むこの開幕戦、まあ、優勝争いにまず加わるであろう強豪のオルカ鴨川、このホームゲーム鴨川市陸上競技場で1対0のリード、89分を間もなく迎えます。日体大フィールズ横浜にとってこの地でアウェーゲームでこの開幕戦でオルカを破れれば大きな勝ち点3ということになります。89分が過ぎました。ここはオルカのキャプテン正野にイエローカードが出されました。両軍の指揮官はもうテクニカルエリア最前線、大槻監督、日体大フィールズ横浜も大きな声を出しています。関口のキック、リ・ソンは、あ、これ競り勝ってそのままボックス内に入っていく、ため時間を作って左からクロスが入る、深沢、あっとこのボール渡辺舞、出足早い、走り負けません、渡辺舞がそのまま左からクロスを入れてくる、ボールはオルカ、攻撃にはすぐつなげません。後半の追加タイム、アディショナルタイムは2分です。目安は2分台です。コーナー付近でボールをキープする日体大フィールズ横浜、オルカボールです。オルカ、あとまた風が強くなってきました。鴨川市陸上競技場、右から左、オルカサイドから日体大サイドへ強い風が吹き始めました。これを追い風にできるか、オルカ鴨川 FC。 大事なホームでの開幕戦、0対1のビハインド、日体大フィールズ横浜の献身的な守備、もう社会人選手が多いこのオルカ鴨川相手に走り負けません。フリーキック、リーソンはキャプテンの虎のこの1点、1対0、さあ前を行く南山千秋、あと斉藤にはここで通るか、斉藤、深澤が回収して前を送るが蹴り出される、まだあります。新井純奈、目安は残り30秒と少し、古館、あ、蹴り出される、ボールはオルカです。まだ時間はあります。とにかくゴール前へボールを運びたいオルカ鴨川 FC。 ショのターンをして南山を走らせるが、ここは丸山、スローインです。まだあります。さあ目安の2分台過ぎました。山田、攻撃を続けないといけません。このボール競り合い、抜けて打てるか、深沢、まだあるぞ、チャンスだぞ、このボールボックス内、日体大フィールズ横浜出した、蹴り出した、時計を見ました上田主審、一度時計を見ました、まだあるか、まだあります。とにかくボールをゴール前に運ばなくてはいけません。オルカ、これは笛が鳴って、日体大フィールズ横浜のファール、そしてイエローも出されます。背番号14、高原天音のこれはファールです。さあオルカ鴨川 FC、 絶好のフリーキックのチャンス、もう目安3分です。山田唯、これがラストプレーか、全員攻撃、山田ふわっと浮かせていいボールだ、こぼれた、打てるか、あっとキーパーが取った、そして
試合終了。日体大フィールズ横浜2021なでしこリーグ一部開幕戦勝利、1-0、敵地でオルカ鴨川を下す貴重な勝ち点3でスタートです。キャプテンリー・ソンアが挙げた虎の子の1点を守りきりました。試合終了です。ご覧いただきました通り、2021プレナスなでしこリーグ一部第1節オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜の試合は1-0で日体大フィールズ横浜が勝利しました。後半の18分、日体大フィールズ横浜セットプレーフリーキックのチャンス、富岡のボールからゴール前キャプテンのリ・ソンアがバックヘッドのような形で合わせまして、キーパーの頭の上を越えましてゴール。貴重なセットプレーの1点を最後は全員で守りきりました。オルカ鴨川の分厚い攻撃をしのぎました日体大フィールズ横浜です。今シーズンから完全に学生のみのチームとなった日体大フィールズ横浜、4年生のキャプテンリー・ソンは、さらにはセンターバックの関口、松永、この辺りが中心となってオルカ鴨川この優勝候補にもなります。この今シーズンのなでしこ一部では強豪に部類するオルカのいわゆるもう敵地でアウェーでの開幕戦で見事な勝ち点3を挙げました。0-1の勝利を収めています。一方のオルカ鴨川 FC、今シーズンはやはり新しいなでしこ一部の名手、優勝というのを大きな目標として一部リーグでてっぺんを取りに行くという大命題の中で、この開幕戦鴨川市陸上競技場でこの出港、今シーズンの船出を切ったわけでありますけれども、日体大フィールズ横浜の前に0-1敗戦ということになりました。オルカブルーに染まった鴨川市陸上競技場、ただまだ始まったばかり、このホームのサポーターを次こそは沸かせてやろうというそんな思いにあふれているに違いありません。さて2021プレナスなでしこリーグ一部は次節もサポーターをお迎えして開催予定です。なお感染状況によって変更の可能性もありますので、開催情報やチケットの取り扱いなど詳細は事前にホームクラブの公式ホームページでご確認ください。またなでしこリーグ公式 YouTube チャンネル、なでしこリーグチャンネルでは一部の全試合を生中継で配信いたします。今シーズンは全試合実況付きでお送りをしてまいります。2021プレナスなでしこリーグ一部開幕の第1節オルカ鴨川 FC 対日体大フィールズ横浜の一戦は1-0で日体大フィールズ横浜が勝利を収めました。実況担当は滝沢雄一でした。それでは鴨川市陸上競技場から失礼いたします。